はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はソプラノの音コロコロとして最高なんだけど、太い弓で弾きづらいんですよね。コンサートの音もいいんですけど、やっぱりソプラノの音が好きなんですという方にぴったりなソプラノロングネックウクレレについてのお話をさせていただきたいと思います。ソプラノロングネックウクレレというのはどういうものかと言いますと、ソプラノウクレレにコンサートの弦、この弦の長さですね、スケールをガシャッとくっつけたようなハイブリッドウクレレなんですね。はい、ですので音、出てくる音はソプラノに近い感じのコロコロした音が得られる。で、まあ、弦の長さがコンサートと一緒ですので、コンサートウクレレぐらいに弾きやすい、太い指の人でも弾きやすいというところですね。で、若干その分弦が長くなってますので、若干弦の張りは強い、張りが強くなるので、ソプラノよりは気持ち張りの強い音にはなるんですけど、コロコロとしたこの感じは残ってるんですね。はい、こんなものなんですね。で、まあ、この一つ上のサイズにはコンサートのロングネックウクレレというのがありまして、それはコンサートボディにテナーのスケールをガシャッとはめた感じのハイブリッド、はい。で、もう一つ上が最近はあるんですね、スーパーテナーというのがありまして、それはテナーウクレレにバリトンウクレレのネックでスケールをガシャッとつけたもので、最近ハワイでは流行ってるみたいなんですけども、そういうウクレレもあります。ソプラノからコンサートになるとボディが大きくなって、まあ音的にふくよかな低音が出てくるんです。今度また一段とテナーになると、もう一段とこうふくよかな低音が出てくるんですけども、このソプラノらしいコロコロとした音がだんだんそのボディが大きくなるごとに薄れていくと、で薄れていくのよりもあのコロコロが欲しいんですという、さっきも言いました、弾きづらいけどもあのコロコロが欲しいっていう人には、このソプラノロングネックウクレレ、はい、これおすすめですよ。で、最近はまあいろんなメーカーからも出てるんですけども、これちなみにケリーのソプラノロングネックウクレレなんですけども、で、これと間違えられやすいものがあるんです。これ実は見ていただくと14フレットジョイントになってるので、14フレットジョイントのウクレレのことをソプラノロングネックと勘違いしてる方がいらっしゃるんですけど、14フレットジョイントのソプラノウクレレというのは、ソプラノのボディにソプラノのネックがついて、このネックとサドルをずいっとこっちに、このブリッジごとですよ、このサドルとネックごとこっちへブリッジを動かして、12フレットジョイントだったのをグイッと14フレットジョイントにしたのがソプラの14フレットジョイントなんです。はい、ですのでスケールはソプラのウクレレと同じなんです。ここが違うんですね。ソプラのロングネックウクレレはこのスケール、弦の長さがコンサートなんです。ソプラの14フレットジョイントはソプラノのままで、この弦の位置がちょっとこっちへ飛び出てるという風な違いがあります。はい、ソプラノロングネックウクレレ、これなかなかいいもんですよ。コロコロとした感じのウクレレらしい音が得られると思います。はい、BJ みたいに指が太くてソプラノウクレレを弾きづらいよという方、ソプラノロングネックウクレレいかがでしょうか。ということで BJ のウクレレ講座、今回は以上です。このお話がいいなと思った方は高評価ボタンのクリックをお願いします。あとチャンネル登録もお待ちしてます。ということで、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできないだから、今はまばたきももったいないと思う。ランタンの明かりに来る夜、音がない今、僕は忘れない、いつもいつまででも。